じゃあ、正臣くんから何か一言言ってもらって乾杯にしようか。もちろん私は丁重にご辞退申し上げました。私もです。ずるくはありません。こういうのは殿方がやるべきなんですよ。だから有地さんお願いします。挨拶に巫女も何も関係ないです。それはもう忘れてください。おいおい、ご主人、皆が呆れておるぞ。それに早くせぬと、せっかくの地層が冷めてしまう。もうご主人がやってしまえ。麻婆、硬い硬い。よそ行きのお兄ちゃんだね。嘘くせえぞ、マサオミ。伝承は聞いて知ってるけど、実在してるなんて。嘘だろ？そんなのいたら怖えよ。巫女姫様、本当ですか？はい。ですが安心してください。もうたたり神の怒りは鎮められました。あんな事件は二度と起こりません。そうなんですか。よかった。マジビビった。そんな怖い神様いたら困っちゃうもんね。でも有地さん、どうして今あえてそのようなことを？ん？ご神刀を作るために人柱になった。お前、やけに来やすいな。その、村雨様がどうしたの？なるほど。そういう思考だったのかい。そうだね。村雨様はずっと、法理の地を守ってくださった。もっとみんなで、感謝すべきだろうね。駒川先生は、知ってらしたんですか？うん。立場上、ずっと前からね。私だけじゃない。源十郎さんも知ってる。そうなのかよ、じいちゃん。いかにも。ちなみに私も知ってますよ。というか私、村雨ちゃん見えますし、お話もできます。え？レナちゃん、マジで？マジです。レナさんは、有地さん同様、特別な体質なようです。ですが、皆様をいたずらに戸惑わせないように、ごく一部の方を除いて、たたり神同様、内緒にしていました。すみません。いえ、そんなこと。正しいご判断と思いますよ。お兄ちゃん、村雨様って、どんな方なの？やっぱり、
威厳があって神々しい感じ。全然ってことはないであろう、ご主人。我が輩とて500年生きてきた御神道の魂としての矜持というものがあるのだぞ。完全に我が輩を子供扱いしておるな、ご主人。おい、マサオミが一人で誰かと会話を始めたぞ。違いますよ、レンタロウ。マサオミは今、ムラサメちゃんと仲良く喧嘩してるのですよ。じゃれ合ってますね。あの伝説のムラサメ様とじゃれ合いって。なんか、お兄ちゃんってすごいね。